多分愛が千夏さんに広めて、愛え？アリサって人にも広めてた。アリサって人はなんか今日突然すれ違って、あこんにちはみたいになって、ヤッホーみたいになって、アイドルって言われた。え違う、なんかこのみゆちゃんってこう調べてみって愛が言ったんよ。で名前やったら出てくるけみたいな言って、えなんで言うんそんなことって言ったら、えもう調べましたよお前みたいな言われて、学校みんな知ってますよみたいな。バカない普通に。ありえんけ。うわ、はいはい、配信してた配信してた配信してた。そうやばいよね、普通におかしいけね。だってさ学校違うんよ、学校違うのにさそうって言うんやばくない普通に。勝ち終わっとるよ。無理よそんなの。今なんか聞かなかったことに。こんばんは。え食べるよ。ちょっと待って、今なんかさっきあのチャリで、あそう今日ね学校があったんですけど、今日期末だったのね。びっくりすることに、びっくりすることに。え友達話すよ。そう、あのだってみんなファンのみんな友達だから。え期末があったんだけど。ないんだって。上にあったよ。え、なんで？持ってってないんやけど。上で配信した時じゃない？してないよ。持ってきたよ。持ってきて。で、そのなんか今日期末があったんですけど、期末で、あの、今日3時間だったんだけど、あの、期末の時って3教科しかないから3時間なんだけど、え、びっくりして、本当に。なんか、あの、帰ってくるじゃないですか。交通？あ、違う。あそう、交通公共機関を使って帰ってくるじゃないですか。それでうわ眠って思って帰ってきたのがまあ12時1時ぐらいで、途中でマック寄り道したんですよ友達と。あの終わって行ったんだけど、本当になんかえみたいな、ちょっと疲れました。ちょっと何話すか忘れちゃった。ジョンドーさん、マシュマロありがとう。え、気持ち結構やばいかもしれない。え、今回は小学校じゃなくて中学校1年生の時は、去年は結構まだね、あの期末だから焦ってたんですよ。焦ってなんかめっちゃ勉強してたのもガチでってくらい、なんかもうさ一挙もう眠らずにもう5時間勉強ぐらいしてたんだけど、でなんかまだギリギリまだマシぐらいの点数取ってたんだけど、今回マジで勉強してなくて本当にやばくて、ちょっとやばいですね。3年生からはもう成績入んないんですよ。次もうどうしようもない。母ほの星人さん、マシュマロありがとう。びっくりしたよ本当に。もうサラさん100回目の方もありがとう、これからも見に来てください。本当にびっくりしました。こんばんは。エレベンさんハートありがとう。ファクさんマシュマロありがとう。カイトさんかわいいありがとう。ユウさんマシュマロありがとう。サラさんありがとう、マシュマロ。なんで先輩さん、マシュマロありがとう。ユニオン、ポンさん、マシュマロありがとう。ありがとう、ポンさん、チャンタさん、マシュマロありがとう。ありがとう。おー、見えなかった。カヤタさん、クリミン、ありがとう、マシュマロ。なんか髪の毛やばいのは、もう、髪の毛やばいのは、そう、さっき帰ってきたんですよ。ちょっと処理を、うわーって言って、足パンパン。痛い、足が。びっくりしたよ。あれあれ、なんかめっちゃコメント飛ばしてるかもしれない。スバル、マシュマロありがとう。今日、久しぶりに学校あった。そうなの？手伝った。頑張りました。けど、あの、全く分かんなくて。でも、あの、ちょっとだけやったんですよ。マジ5秒じゃないけど。本当にちょっとだけやって、それは、かけたんですけど、マジで、まあ、0点ではないからいいかな、みたいな。期末って結構大事なんですよ。けど、もう、諦めちゃったから、そうですね。ママ？ママ ?3 年生からさ、成績入んないんだって、テストやっても。どういうこと？じゃけ、1、2年生の間のやつはめっちゃ成績関係あるけど、3年生からテストやっても成績何も関係なくなっちゃうんだって。新書があるけど、高校受験別に変えるんだから。やばくない？しか
かも小学部で宿題ちゃんとやる頑張るって言ったんじゃけん。え違う、宿題はやらにゃいけんのんだけどテストはやらなくていいんだって。いいの、学校帰るけ成績表がいくから、他に受験生になる。だからあの私今日聞いたの、ちゃんと聞いて、人の話聞いて一回で、なんかのそのあの勉強は宿題はちゃんと出さないといけないの。それ出さなかったらもう人生の終わりなんだけど、宿題を出したらいいんだけど、テストをなんか点数めっちゃもう受験頑張る必要ない。今ミューの、今のミューぐらいでいいらしい。ミュー？ん？ STU のさ風の噂で聞いたけど、なんか毎年一回、なんか今度は総合わからんけど学力検査って年一であるんじゃない？そうなん？えでもミユの今の X を見てもらった方は分かる通り、小学生までは結構頭良かったんですよ。じゃあみんな一回 X 見に来てください。で引用リポストコメントで応援してください。ママの言うこと聞いたけ一緒に勉強しようったじゃん、塾行ったり。だって今勉強する必要がないもんね。あるから今もうやりたくないの。もう勉強勉強やれてやりたくなくなっちゃった。何もしてない人なんですけど。はい、たけるくん、マシュマロありがとう。今日はあれでしょ、シナモンの日でしょ。だっけ、ここにシナモンおるんですよ。そうやってみました。交通公共機関スバル、ありがとう。キャンディー、そう、頭いいんですよ。実はの話、結構頭良かったんですけど、やればできるんだけどやらないだけでって感じなんだけど、ね、普通にどうしようみたいな、意外と焦ってる。結構内心結構焦ってる。やばくない？ユニアン、ありがとう。キャンディー、肉球スマッシュさん、ハートありがとう。カニシカさん、マシュマロありがとう。あ、皆さんブログ見てくださいね。 M さん、ハートありがとう。ソルさん、キャンディーありがとう。リポンのサインリポスターでありがとう、当たった本当に。ウィのポスター届く気がしてるけど、気のせい、え気のせいじゃないと思う。きっと届くって信じたら届くし、届かないって信じたら届かないから、やっぱ届くって思った方がいいかな。うん、イスルシハーさん、キャンディーありがとう。リさん、マシュマロありがとう。ドラヤキさん、ドラヤキさん、マシュマロありがとう。イスルシアさん、ハートありがとう。えでなんかマックの今日ポテトのシャカポテあるじゃないですかの、なんか梅味みたいな出てて、梅なんとかみたいな、めっちゃ美味しかった。でも匂い結構やばかった、びっくりした。100キロいただきありがとう。キラーズさん、キャンディーありがとう。リさん、ハートありがとう。家庭一番、じゃあ、あの自信ない順に言っていい？あの一番ピンチな順に行くと、一斉ので美術。はい、美術やばいです本当に。なんか毎回なんか美術やばいんですよ。なんかでも毎回美術はまあ半分ぐらい取れればいいかっていう気持ちでやったんだけど、なんか平等院豊富堂みたいななんかあるじゃないですか。平等院豆腐みたいななんかちょっとなんかあるじゃないですか。それとか何ギリシャのなんちゃらなんちゃらとか、雷神とか、なんか単語いっぱいありすぎてちょっと覚えてないんですけど、なんか作品名答えろみたいな、分からんと思って、で最後絶対あの10点満点の絵描くんですよ。で今回は春について、春をテーマにして絵を描いてくださいみたいなのあって、あのなんか花粉がやばくて入学どころじゃない女を描いたんですよ。結構やばいかも。ちょっとこれで点数取れなかったら、結構美術終わりだから絵にめっちゃ力入れたんですけど、で美術の次にやばいのが理科やばい。理科はでも描けたんですけど、いまいち合ってるか分からんですね。なんかこんなんやったっけって問題しかなくて、ちょっと焦ったみたいな。で次が、家庭科ですね。家庭科はまあなんか授業してないから、なんか何とも言えないんだけど、まあ、でも家庭科は今日の3教科の中だったら一番自信あるかなぐらいですね。はい、またいいんじゃないですかね。そう、授業いらない、本当に。キラルさん、ズキちゃん、ありがとう。マシュマロ、目が見えないんですよね。見えるけど。どら焼きさん、キャンディーありがとう。書いてる通り中学の時のテストじゃないですよ、小学校の時のテストね。小学校の時はカラーテストっていうやつでめっちゃ可愛かったんですけど、中学はもう黒白だからもう全く見えにくいし全く分かんない。
エミ本当に頭いいんですよ。ちなみに、はい、あでなんかさっき X の投稿したんですけど、あのここあのさっき表面と裏面を X 投稿したんですけど、この裏面のここら辺をちょっと見てほしいですね。これにちょっとなんか先生がコメントしてるので、ここが一番面白いからちょっと見てください。この時はね小学5年生でもほぼ100だよ。うん、頭いいもん。小5なので、小5の時なので、ちょっとね意味よくわかんないこといっぱい書いてるんですけど、まあでも100点なので、わからない。頭いい。ちなみにびっくりなんだけど、小学生のテストは簡単じゃね。でも小学校の時だったら簡単ってなっちゃないじゃないですか。じゃけ自分がもし今小学生だったら、小学校のその時の問題は難しいじゃないですか。じゃけ今で言ったら中学2年生で今の問題は難しいじゃないですか。で高校生の問題だったら高校生のその人は難しいじゃないですか、問題的に。じゃけみーもその小学校の時は難しかったけど、めっちゃなんかやってたからなんかできましたね。なる先輩さん、マシュマロありがとう。学校のテストでも実力試験で大丈夫です。え、でもなんかなんて言うか分からんけど、まあでもまあ1日目は結構捨て教科しかなかったから、まあ今日は諦めたんですけど、そう明日がめっちゃ大事で、国語があるんですね。国語で、あと英語があるんですけど、英語もちょっと頑張りたいなと思って、英語はなんかここをやればまあ最低な点数は取れるから、あ最低じゃない、まあ、まだ取ってほしい点数は取れるからここやってねって言われて、じゃあそこやりますって感じでやるんですけど、あと保険がちょっと分かんなくて、めっちゃちょっと保険の先生怖いから。ともくんはご飯食べプロさん、ハートありがとう。ひろしさん、キッチンさん、マシュマロありがとう。勉強しないといけない、したくなるもの、私はそうは思わない。うん、14まで学校ないいな、うらやましい。こんばんは、つぶさんハートありがとう。ハチさんハートありがとう。キャンドル、美術最高。何点だっけな、いちいち点数覚えてないんだよね、本当にすごいね。それなんか覚えて、平等院、あこれか、ひらがなで書いちゃった。漢字で書いてる場所、漢字で書きなさいって書いてるところは漢字で書いてくださいって言われたんだけど、全部ひらがなで書いた。あーもう0点だ、0点は嘘、普通に。アシュラ像は、前期末の時のテストであったけど、前期末のテストの美術はめっちゃ書けたんですよ。めっちゃ勉強したから、アシュラ像とかなんだっけ、なんとかなんとかとか、めっちゃこういうやつで、こういうこんな書けました。それはでもそれは前期の話だから、今後期だからさ、もうわかんないね。そうなんか後期になってもうなんか何もかも諦めちゃったから、そうちょっと3年から頑張ります。ちゃんださん、マシュマロありがとう。平等院
なんちゃらなんちゃら。ホーフード？ん？ひょう？ん？ちょっとわかんない。キラズさんハートありがとう。ペーチって何ギフを使うか。でもなんか一筆で書きなさいとかなんか言ってくるの。ミユが作っていったやつ。あれじゃない。なんかステーキと思ったんだけど、なんか似てしまって。なんで似てるの？湯がきすぎたら、なんかいやまあやってみて。あれが良かった。明日ステーキにすんだ。ステーキが良かったじゃん。だったんだけどちょっと煮すぎちゃったんだ大根。あのメールで送ったと思うんですけど、大根ステーキめっちゃ好きなんですよ。なのになんか煮すぎたって。しかもコンソメ味で。まあいいや、美味しそうじゃけ。美味しそうじゃけ。絶対食べて。いただきます。あ、ちょっと待って、広げて。伸びるはず。で、どうやってどうやって広げるの？伸びないよ。え、伸びない？嘘。え、違うやつはあれ？失敗？え、切った時良かったよ。あ、いけたいけた。あ、いけたいけたいけた。うわ、飛び散るんだけど。うわ。あくも。ちょっと待って、なんか伸びる大根。あ、いけたいけたいけた。柔らかいけん。難しい難しい。うん、おいしい。おいしい？なんかね、だけど煮ちゃったの。明日のステーキね。大根ステーキっていうやつに最近ハマったんですけど、めっちゃ好きなんだよね。ね、ちいちの頃は漢字を五軸体と明朝体で書きなさいって言ってね。リクエストが多いけど。トロさんハートありがとう。卵焼き麺作れる。サンソさんハートありがとう、はい、カモンカモン。うまそう。なんかあのこれスイパラにあったよ。え、しかも緑養殖野菜。緑養殖あの緑色がついたさ野菜って美肌効果があるけん。はい、サンソさんあんたありがとう。これなんかベタベタしてるんだよね、開け方が悪い。え、違うよ、ママが横にしたからだよ。冷蔵庫入らんかったよ。アメピカイテさんマシュマロありがとう。ゴンスケ56さんマシュマロありがとう。自称頭いいじゃなくて結構頭いいんですよ。ヘトクラさんキャンディありがとう。ありがとう。ノラクラさんマシュマロありがとう。アーチさん300回の方もありがとう。いや、名前だけは綺麗に書けないねってなったら点数なくてなった。そうよ。え、だってミルさ普通に字汚いかな。名前だけが綺麗じゃないよね。っていうか逆に名前の方が綺麗に書けない。名前なんかむずくない？カジってカジわらも難しい。難しくないけどバランスがキモくなる。休みだったけさ、いろいろ作ったよ。これ食べてみて。うまっ。はんぺんと、いやこっちの方が自信作。はんぺんとエビのプリプリ焼き。うん、いただきます。え、なんかダイエットみたくなったの。え、でも絶対美味しい。どう？うん、なにこれ。はんぺん、うん、なに、お姉ちゃんだったらもっと。おいしい。無理、やだ、寂しい。最近ミュー冷たい。ミュー冷たいかな。通常運転なんだけど、もともとがさ、なんかこういうタイプの人間だからさ、なんか冷たいなって言われてもね、わかんない。みーはこういう人間なのでお見知りおきよって感じ。あやの胸めっちゃ強くなりして強くなっちゃう。ちょっと本当にヒロシさんマシュマロありがとう。先輩さんマシュマロありがとう。国語はね、みゆ一回中1の時に頭良かったんだけど、中1の時に85点取ったことあるから
でもその時文法が少なかったんですよ問題に。だから点数取れたんだけど、文法が今回あるからいっぱい、ちょっと無理かも。かもっていうか結構無理。150点満点とは表が100点なんですよ。小学校のカラーテストって表が100点で裏が50点なんだけど、それを合わせて150点満点なんですけど、150点満点中満点だったよってことです。そうです。はい、なんか楽器聞きたいな、リコーダーとか。えみゆ、なんかさあるんよね。リコーダーはないんですけど、なんかリコーダーもどきあるよね。あれ、なんかなくなっちゃった。なんかペンのリコーダーみたいなのありますよね、けどなんかなくなっちゃいました。あつしさんマシュマロありがとう。おのびマシュマロありがとう。100点かわいさは本当に頭もでしょ。スタイル顔すべて100点満点。本当にキノコめっちゃ好きなんだよね、これ大好き。何が美味しい？キノコ。頑張るって決めたことはしっかり。そうだよ、意外と見え真面目なのかなって思っちゃったよね。はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、タラさんマシュマロありがとう。そうなの、行ったの、アシラ像。そうそうそう、10円玉に書いてるやつ。全部きれい、字はきれい。本当に字はって何、字もでしょ。あ、飛び散っちゃった。うん、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 なら先輩さんマシュマロありがとう。おいしい、うれしい。そうで、落花生思いっきり投げられたからね、そのやつがあるから。ママには優しいですよ、いつも。ちたろうさんハートありがとう。あつしさんマシュマロありがとう。食べなきゃいけない人は食べられないんやけど、出してるの、どういうこと、ちょっとわかんない。文法むずいよね、わかる。文法無理無理、わかんない。
なんだっけ、タラんタラなんなんたなんたいいいいケリみたいな。全く分かんないから。だらなんだらだだらなだなな ん, なんならかない。かにしかさんハートありがとう。やぽんたさんマシュマロとキャンディーありがとう。食べてる時が一番幸せ本当に。えぐいこれうまい。ハーモニカは吹けないですよ。ハチさんハートありがとう。みゆって決めたら頑張れるイメージだから、行きたい高校行きたい学校見つかったら勉強も頑張れそうだけど、そうそうけどねってけどねって何、別に頑張りますよ。え本当にでも頑張らないといけない。3年生になってから、あれ先輩さんマシュマロありがとう。どちらもおつぼん。えなんか止まってんだけど、お団子やったはずなのに。太郎さんマシュマロありがとう。シナモの誕生日なのみんな知ってます？ちょっと見えないと思うんですけどシナモンです。古文古文はちょっと分かんない、何が出るか分かんない、だから後で範囲見てちょっと考えようかなって、何をやって何をやらないか。くるみちゃん虹色のマシュマロありがとう。皆さん反対がありがとう。いで終わるのが形容詞で、だで終わるのが形容動詞っていうの、そうだっけ、ちょっと覚えてないんだけど。その服も似合ってる本当に。ちょっと髪の毛やばいのは気にしないでほしい。みゆがさっきチャリ爆速で漕いでたので、そう、イロハス好きなんだよね。そうちょっとラッパー飲みしてるのは、あのこれラッパー飲みする方がダイエットにいいんだって。あのストローでチューチューって飲むより1日1本1リットル飲むのがいいらしい。肌にもいいし、なんかダイエットにもいいんだって。なのでそう、でも直飲みがいいらしい、ストローより。知ってるよけど、みーも頑張ってるから、これ食べます。ちょっと波になってきたもんね。ママのおすすめスパルマシュマロありがとう。お年頃じゃけ、上田和樹さんハートありがとう。ハート応援してると勉強もアイドルも全部頑張ります。出社さん100名の方もありがとう。リコさん I Ari We Are Un Are A トゥさんはじめまして。3年生になってサボっちゃったら前ゼリフって本当ですか？そんなこと言ってません。3年生になって長期休みがあるんですよ。春休み、夏休み、秋休み、冬休み、その間で
早くっていうか、まあ宿題をちゃんとね自分が決めた日までに終わらすことができなかったら、みんながミユに罰ゲームをするっていう感じなんですけど、まあでもミユがやればいい話なので。でも萌え台詞とか本当に絶対嫌だから、普通に普段しないし絶対無理なので、ちゃんとミユもそれは絶対嫌なことだからちゃんと終わらせるって決めます。でももちろん終わらせれなかったらみんなになんかやれるかもしれないしって感じですね。でも春休みがもうすぐあるんですよ。でもこの春休みはまだ2年生なのでこれはカウントしないです。次の夏休みからかな。うん、それは違うよ。春休みはじゃけ来年の春休みですね、言うならが3年の春休みだから、シナモンの性別知ってますよ。シナモンの曲があるんだけど、それで知った。答える？うん。え、どんな歌？僕はシナモン。え？僕はシナモン、ウサギじゃないもん。男の子の子犬だもん。あまりの可愛いの、ん？あ、甘いの可愛いの、大好きだもん。作ったの？そういう曲。調べてみ？TikTok とかであるよ。え、シナモンの歌なんてあるの？うん。え、じゃあハンギョドンの歌もあるの？それはないよ。なんでシナモン？やっぱハンギョドン人気ない？いや、なんかね、流れてきた。流行り。え、キティちゃんの曲もあるの？そんな曲がある？うん。え、覚えた？頑張って。めっちゃおすすめに流れてくるから聞いてったら覚えた。お姉ちゃん知ってるかね。お姉ちゃんシナモン好き。ミユが作ったのかと思う。そんな一瞬でさ作詞できんくない？ナイスクさんハートありがとう。お前たちのエルさん、はじめまして。池の周り歩くけん走って追いかけてくれます。一定のペースで。え、ミユご飯食べてるから無理だよそう、2リットル飲むのが流行ってるけど、2リットルなんて普通に無理だから。あ、そうか、これ2リットルか。そう、2リットルなので、に2日に分けて飲んでますね。今ここら辺だから、ここら辺だからこのぐらいまで飲む。でその半分は明日とか。うん、あ、でも背面のもんと、あの口つけてるけどさ、唾液で菌が発生するけどね。最近食事の量減らしてんの？減らしてない。でも食べるものはちょっと変えたかも。なんかでもめっちゃ、まあ、食べること大好きすぎて、なんか食べないってことができないから食べるものを変えたかも最近。じゃけなんかいっぱいなんか炭水化物ばっかり今か、あの最近偏って食べたりとか昔してたけど、今はこうやってママが作ってサラダ作ってくれるから作ったり、そういうのをなんかいっぱい食べるのをしてる。食べて痩せるダイエットをちょっとしてるかな。つい最近だよね。そうだ、ね、してほしいって。夜は野菜中心にしてほしいって最近だよね。うん、でもちゃんと続いてるかな。3日ほどじゃない、ね。うん、体操の時はなんか筋肉つけるために大豆とか豆腐。お兄さんマシュマロありがとう。 M44 おじいさんハートありがとう。アツシさんマシュマロありがとう。バクバシンのもうさぎじゃない。意識してたけど今もそうなるんじゃない、調べてたら。
てます？聞いてます？みんな愛想悪い。鶏肉大事よ。じゃあじゃあ愛媛お願いします。前座させていただけるということなので、でまだメンバーが発表されてないんだけど、意志が強いでしょ。うん、フラペチーノさん、マシュマロありがとう。電脳さん、虹色の星ありがとう。そこをなんとか今回の春休みから感じしませんか。やだ、みー自分でこうやって決めたことだから別に変えるつもりないし、誰に言われようと次の夏休みからにするって決めてるから無理です。まあいい、みは自分の意見を他の人に曲げられるっていうか変えられるのが一番嫌なんですよ。だから嫌だ。たけるくん、マシマのありがとう。ケントクさん、200回目のもありがとう。ね、耳に残るよねこの曲。わかる。え、どんな曲？じゃけそれだって、うん。子犬だもん。何それ？振りだって。振りがあるんよ。僕は死ぬもウサギじゃないの。男の子の子犬だもん。私の方見ないで。だから私はおもろいけど。え、配信してるけど。あまり仲がいいの大好きだ。サビな。もう一回やって。よかんな、みここしか知らない。配信でやって。やだ、私に言われても。たけるくん、キャンディありがとう。カイトさん、おのびマシュマロありがとう。娘だけさ、かわいいって言うと思う私が。僕はやんやん、じゃあやんやん、女の子じゃないやん。語尾ね。あ、すぐ猫ってことか。グッピーさん、ほらありがとう。詳しい。ちょっと赤と白のカードを取り出して、赤か白か確かめて戻して、また引く確率出して枯れる？ん？数学？でもみー今やってるよ、その確率やってる。今確率な？今数学確率。サイコロとかよく出てくるよね。そう。でもやってないよ授業で。授業自主学習じゃけ、他の宿題やっとる。なんかお姉ちゃんになんか聞かれて一緒に考えた覚えが。母さん野菜いっぱい出してくれるのね。いや自分で注文してる。今日何がいいみたいな聞かれて。今日はサラダのなんちゃらこちゃらがいいですって言って、それでめっちゃアレンジしてやってくれる。サラダがいいって言ったらサラダやってくれるしって感じですね。注文系です、うちの家庭は。ママ見てて、いいね、やり方見つけた。いくよママ、いくよ。あれ固まった。あ、なんか切った時はさ硬いけど、さっきめっちゃ良かったよね。見たよね。それちょっと煮すぎちゃって。違う、ママが見てない時だよ。いくよ。大根ステーキ作ってほしいって言ったけ、うまいでしょって聞いたよ。だけどなんか焼いても硬いかな思って、ちょっと煮込みすぎたんよね。ロシさん、キャンディありがとう。ナナニさん、300回目の方もありがとう。ラジータン、マシュマロありがとう。ナナミポンかっこいい。本当に意見を紛られるのがあんまり好きじゃないので。あついさん、マシュマロありがとう。ねしかさん、マシュマロありがとう。みーちゃんねしは硬い。え、マジで鋼って感じだと思う。結構硬いですよ。うキキマくん、マシュマロありがとう。春休みの宿題は
まだ出てないんだよね。多分期末終わってクラスマッチ終わった後かな。なり先輩さんマシュマロありがとう。それのあの七夕の飾りよね。なんだっけ名前わかんない。短冊じゃなくてあの曲がってるやつだよね。ちょっとさ、お姉ちゃんが発見してさ買ったんだけどね、見てこれ。今回のキャンペーンは頑張らないの？え、なんかね、言われて、みえも自分で考えたんだけど、前回から今回のイベントとキャンペーンをやったじゃない、やらせていただいたんですけど、表紙、あ、表紙じゃない、STU のイベントと写真集のイベントとあとバレンタインキャンペーンとかを連続でずっとやってて、なんかちょっとファンの人にお願いしすぎなんじゃないかとね言われたので、みえも自分で考えて、確かにそうだし、みんなに言いすぎてるかなって思って申し訳ないなって思ったから、今回はやらないってわけじゃないんだけどって感じです。え、でもみんなやってるんじゃない？うん、けど、まあ、でも自分でも考えたけど、結構めっちゃもうめっちゃ考えたんですよ、夜も寝るぐらいに。けどなんか申し訳ないって、なんか確かにお願いしすぎだし、まあ、達成はしたいけど、うん、お願い強くお願いしない、本当は達成したいけど、うん、応援してくださる方お願いしますみたいな感じだよね。おじさん虹色の虫ありがとう。クラスマッチはねバスケとん、何バスケとこんなんだっけ、これこれどっちで分かれるんだけど、どっちかなんだけど、いつも私はバスケです。でちょっとダム君が苦しいけんさ、一応着せたんだけどまだ痩せてないみたい。一応見てこれ、あれ一緒にやるちっちゃいみたい、 M サイズが。シナモンの日だけ着せてみたんだけどちっちゃいでしょ。でも M サイズだったんじゃけど、かわいいって言ってナナがさ、お姉ちゃんが好きじゃけん買ったんだけど、くにみやさんのおしまるありがとう。ワンコって試着できんの？でパンパンなんじゃけど、どっちが顔にぶつける可能性、いやバスケもやばいで、バスケもぶつけられる可能性結構ある、うん、ある、ある。え、ラックどんな顔してる？しかも普通にどっち見嫌いじゃけら、嫌いじゃから、だからいつもバスケですね。うん、さっきこぼしちゃった。え、これママが広げてって言ったらポチャンって。え、待って、ラム君舐めてる、苦しい、可愛いでしょ。キャンダクさんありがとう。キャンディ、きついよね、脱がした方がいいってずっとちょっとね、やばいよこれ、あとつくよ。え、脱がす、うん、え、見せたし、みんなに。え、正面見せてほしかった顔。見せたよ。え、そのシナモンの顔じゃなくてさ、背中についてるじゃん、正面を見せてほしかった。見せたって。今ラム君もちょっとおやつ控えてるんよ。んこれでもこれでも、これでも、なんかでも遠く見たらさ結構ちっちゃいなって思うけどさ、近づいたらさめっちゃ太ってるよね。よそのチワワと出会ってさ、ドッグランであれと思うよね。あれ、なんかドスドスいってんなって思う。でもさ、普通に散歩してる時はあれ別にラム君も普通じゃん。アジさんキャンディーありがとう。ガニメさんマシュマロありがとう。ごめん、なんかラム君なんかごめん、そんな悪口言ってないラム君の顔よ。皆さんマシュマロありがとう。見せてみて、ラム君の顔。ミュート顔似とるよね、ラム君。飼い主さん。思い出した気持ちだけど。本当にありがとう。でもなんかみんながなんかまた他の人がやってるからいいくないとか、他の人、前イベントとかキャンペーンをやってた人が今回も参加してるから、みゆもやればいいじゃんって
言われたんですけど、うん、でもなんかそれはまた違うかなみたいな。人は人だし自分は自分だし自分でこう考えたから、うん、し気づかしてもらったから今回は頑張りたいけど、うん、って感じです。ね、今もラー君苦しそうだから、うん、チタロウさん誰もありがとう。配信しながら普通に会話できるように。苦しそうよ。すごいでしょ。達成したいけどお願いできないって思いがなんか悩んでたやん、ずっと、うん、ママに言ってきたけん。キャンペーンの時になったら毎回ママに相談してるんだよね。えでもなんかやっていいのか分かんないって言っちゃう。それはでもあそうなんて思うけど、でもみんなお願いしてることだね。ねえ食べてるでしょ、毛飛ばさないよ。難しいねアイドルって。でも応援してくださる方はしていただいたらすごい嬉しい。ハニメさんありがとう。でいいんじゃない。ピョノクさんマシュマロありがとう。わなわいしょいなもんびきん。ちょっとわかんない。考えすぎて頭パンクしちゃう。あ、そういう時は食べよう。やらないんじゃなくて、これだって自動的になんかこうあれなんでしょ、参加になってるんでしょ48って。まあ達成したいって気持ちあるけど、応援してくださる方お願いしますでいいんじゃない。いいよ関係ないって言うけど、時間制限ってやっぱ厳しいと思うよ結構。だって時間のせいにしたらさ、なんかダサいじゃん。ダサいし、まあ、かっこ悪いし、うん、そんな時間のせいにして、あーこれ時間のせいにしてだからって言ってって言われるのもなんか後々言われるのも嫌だし、普通に意味わかんないじゃん時間のせいにするのは。まあ大人目線からしてアイドルって競争じゃけど、うん、でもまあ研修生じゃけ環境になれて難しい。難しいね。どう髪の毛短く見える。でも見るって配信好きじゃけ楽しい配信ができればいいんじゃない。ハチさんキャンディーありがとう。ハチさんハンターありがとう。カナシカさんありがとう。とりあえず服を流して、え、もうちょっと前に流しました。痛そうだった。応援するってマインドが冷めない、うん、難しいね。でもなんかやっていいのか分かんないよね。すっごい頑張りたいって言ったら応援してくださる方は応援してくださるし、え、やらんのって今度批判も受けるし、キャンペーンやっていいのかが分かんない。やりたいけど、え、でも今回も頑張るでしょってずっと達成してたりするけん、応援してくださる方もいるけん、だけみゆがそういう風に言ったら、あ、じゃあもういいよって思っちゃう派もいっちゃういるけんね実際。え、みゆだってやりたい気持ちは強いけどやっていいのかが分かんないから。やっていいと思うよ。だってできない人はそんなそこまでして無理して、できる方は応援してくださいって言ったらいいんじゃない。本当は達成したいんだから、応援してください。本当は達成したいですって言ったら、そりゃあね、達成したいのはもちろんのことなんですけど。じゃあ達成したいじゃん。ありがとう。達成したいけど、じゃあ応援戦はすごい頑張りたいっていう子に応援するわっていうファンも中にはいると思うけん。あつしさんありがとう。キャンディーエレベンさんハートありがとう。カニフミヤさんありがとう。キャンディーうん、難しい、うんうん、頑張りたいけど頑張っていいのか分かんない。だってそしたらみゆがしないんだったら、じゃあ次この子のことを応援するわってなって、ファンもそういう達成に貢献してくださる方もいらっしゃるわけじゃん。え、この子やる気ないな、ないのっていう人もいるし、それは
押してくれる方が決めることじゃけ、みーは頑張りたいで、みーはどうしたいかでいいんじゃん、と思うけどね、私は。じゃあみーじゃなくて違う子スワーになっちゃったり、違う子キャンペーンに達成するように頑張るわみたくなっちゃう。うん、達成したいです、頑張りたいですでいいんじゃない、そこは。うん、できたら応援してくださいでいいんじゃないと私は思うけど、皆さんどうかな。気持ちは達成したいでしょ。うん、し毎日配信だって継続頑張ってし、アテさん、バメ兄さん、キャンディありがとう。アテさんありがとう、キャンディぽいぽいろうさん、はじめまして、ほらありがとう。うん、考えすぎて頭がパンパン。何も考えなくていいと思う。女王は狙わず15時もなきゃ。確かに達成をじゃあ目標にして頑張りたいと思いますので、応援お願いします。なんでそんな顔すんよ、頑張ろうよ。いいのかな、いいと思うよね、みんなって言って私あれ見てみたいんだけど、なんかさ、前さ、なんかアンケート取ったじゃん、あれ、なんかどう思うみたいな、あれってどうやってやるの、なんかない投票、投票みたいな、なんか達成してほしいとか、ほどほどにいいとかで選択とか、なんかあるのとかさ。みゆが何を見てほしいかに、あれかな、配信か講演か話し会か、そりゃあ全部ね見てほしいし、けどそれはわがままになっちゃうから。うーん、すいばらさん、あマシュマロありがとう。ベスティ、もうキャパオーバー、頭が。でもわかんないけど、先輩たちもさ、すごいお願いしたりしてるし、なんかわかんないけど、STU の先輩ってさ、他のデートよりもすごい配信率が高いじゃん。実際に全然高いけ、ミーもついていけばいいんじゃない、頑張って。頑張ります。春休みだけどレッスンとか多くなりそうだね。肉フェスとかすごい、私も行きたいんじゃけどあれ申し込み終わっちゃったん。すごくない、なんか研修生だけで、ね、ふんって、なんていう原種ですか。チワワです。仕事行ってきます、いってらっしゃい。頑張りますので応援お願いします。なんかさ、あの女王は目指さずに、その達成を目標に頑張るので応援お願いします。無理だけは本当にせんでね、本当にお願いです、頑張ります。こんばんは、あやじたんありがとう、願いを届け、ありがとう。かわいちいくまちゃん、バレンタインの時はピンクだったんですけど、ホワイトでは水色だから、みゆの大好きな色なんです、ありがとう。
悩むことは兄が真剣に取り組んでるって言ってくれるし、ありがとう。うん、楽しみます。そうだよね、頑張るんじゃなくてね、楽しみます。めちゃくちゃ配信大好きだから。ペニちゃんさん、マシュマロありがとう。ジオンさんやなくなかも話、でも決めたのはミエなので、今言ったじゃないですか、ファンの人みんなに、今配信見てるみんなに伝えたので、達成を目標に頑張るって伝えたから、今言った限りにはもう絶対頑張るのでお願いします。絶対頑張る。ただ思うのがさ、ママ起こしての時間がよく分かんなくてさ、配信するなら学校も行かにゃいけんし、早く起こさにゃいけんじゃん。明日ってどうなの？朝なんか夜なんかどっちなの？明日は練習さんがあるから多分朝になっちゃうかな。朝配信。そう、でも今やっぱりテスト期間だから結構難しくはなってくるよね。スポン、あたるくん、あ、たけるくん、マシュマロありがとう。あつしさん、マシュマロありがとう。頑張ります、楽しみます。だから応援してくれた。テスト前に配信は大変まあまあ、テストはまあもう捨ててるし、ダメよ捨てた。まあどっちも全部頑張るんだけど、はい、頑張ります、楽しみます。桃太郎さん、マシュマロありがとう。いびきラムくん、顔はチンでいいしよ。見えない女が可愛いでしょ。あ、ラムくんご飯完食しとるめっちゃわけんもつ。ここ答えのロイトネル、ありがとう。捨てな、捨てちゃダメか。お好み焼きは断然広島風しか好きじゃないかな。楽しみます。お手紙書いて待ってる皆さん、お手紙書いてくれたら嬉しいです。時間をもうちょっと早めに出して OK、 ごめんね、いつも遅くなっちゃって教えるの。明日は、え、何時までなんだろう、夜ちょっとやっでからちょっと言います。ともひろさん、マシュマロありがとう。なんかぐるぐるする心臓が。激マ13位、激マくん12位、ちゃんと31位、スバル10位、ヤンニャン9位、ベトクルさん8位、ナル先輩さん7位、ヒライさん6位、オナピー5位、タケルくん4位、カイトさん3位、レンノーさん2位、アツイさん1位はエジータンでした。配信見に来てくれてありがとう。エメさん、ハートありがとう。頑張ります、ありがとう。明日から配信をやりますので、やってるけど今も見てください。いい夢見てみます。みんなもいい夢見てね。じゃあね、キャキャスマイル、チタラさん、寝るのありがとう。じゃあみんな、X の投稿を見てくれたら嬉しいです。バイバイ。